3 9 5 0系3952編成。広島電鉄3 9 5 0系電車とは、1997年に登場した広島電鉄の路面電車である。広電では3900型に次ぐ連接車である。アルナ後期で製造された3900系のマイナーチェンジ型で、性能的には変わらないが、ヘッドライトが従来の二等式から、 バス用の部品を利用したロービームライトとハイビームライトを別々にした4等式となりデザインが大きく変わった。またロービームライトには日本の鉄道用車両では初採用となったプロジェクター式ヘッドライトが採用された。イメージ的にはグリーンムーバーこと5000型につながるものになっている。また終電装置が3 5 0 0系以来採用されていた Z 型バンタグラフから広電では 初採用となるシングルアーム型パンタグラフに変わったのも3900型と異なる点である。相性はこの形式もグリーンライナーだが3900型までの5形式が車体面に記した相性がひらがな表記なのに対し本形式では英語表記に変更されている。塗装も大幅に変更したため車体色の緑色の色合いもこれまでのグリーンライナーと異なる。なお、 その後の量産は5000型に移行したため、事実上最後のグリーンライナーであり、また2020年現在、広島電鉄が最後に製造した乗降扉ステップ付けの車両である。車両単価は1編成あたり2億2000万で補助金は出ていない。計6編成製造され、当初は全車が宮島線直通電車の用途として導入された。 2007年10月には3953、3956号に同型式発のラッピング広告が施された。当初は製造された6編成全車が荒れて車庫に所属し、宮島線の直通電車として使用されていた。しかし、宮島線内で高速運転すると強い横揺れが生ずるという問題があった。そのため、1999年末に五千型が4。 編成に増備されたことに伴い、翌2000年に3955号と3956号が千田車庫に転属した。さらに、5000型が8編成に増備された2 0 0 1年には、3951号、3952号、3954号が千田車庫に転属した。嵐車庫には3953号のみが残り、引き続き、 宮島線への直通運用に使用されていたが、後に仙田車庫所属の3951号と交換された。その後間もなく3951号も仙田車庫へ再び転属し、全車両が仙田車庫所属となった。転属後は市内線の輸送力増強用として、日中は1号線に、平日のラッシュ時には3、5、7、8号線にも使用された。 これによって、宮島線での定期運用は消滅したが、宮島花火大会開催日のみ、宮島線の臨時増発のために、仙田車庫から2から3編成が荒れて車庫へ貸し出され、1日限定で宮島線で運用された。2007年2月、5100型が7編成に増備され、6編成が仙田車庫へ配置されたことに伴い、3956号が、 仙田車庫から荒れて車庫へ転属した。それに引き続き、同年4月に行われた配置車両の交換で、荒種車庫から仙田車庫へ転属する3700系の3701号と3702号の、代替として3954号と3955号が荒れて車庫へ転属した。さらに、2008年2月には5100系5109号の、 営業運転開始に伴い3951号が、同年3月には5110号の、営業運転開始に伴い3952号が、それぞれ嵐車庫へ転属した。同年4月には残る3953号もあれ、手車庫へ転属し、全車両が、再び嵐車庫所属となった。この時期までに、従来の課題であった高速走行時の横揺れが、 台車の改良によって解消され、全車両が宮島線への直通運用に復帰した。2008年8月、仙田車庫所属車両に対して行われた IC カード、パス P に対応した、新運賃箱への交換工事の影響で、市内専用の3000型と3 7 0 0系3 7 0 1 3 7 0 2 5が、 予備車不足となるため3955号が仙田車庫への貸し出しの形で転出し、市内線運用についた。2009年2月に市内線所属の連接車両の新運賃箱への交換工事が完了したため仙田車庫へ貸し出されていた3955号は荒れて車庫へ返却された。2019年4月、5200系の5201号、5202号の に編成が導入されたことにより、3951号、3952号のに編成が仙台車庫に転出された。3950系の仙台車庫に所属するのは2009年2月以来10年ぶりとなった。しかし2019年9月、3800系の3806号、3809号のに編成が仙台車庫へ転属されたことにより、 再び嵐車庫へ転属。仙田車庫に配属されていたのはわずか5ヶ月ほどであった。2020年4月現在、全編成が2号線専用運用となっている。平日朝ラッシュのみ、宮島口方面上谷町西市役所前、広電本社前までの運用につく。ただし、毎年7月末に行われる、広島港夢花火大会では、 臨時便として5号線や宇治那線の海岸通、停留場からの区間運用に就くことがある。突起がある場合を除き、2019年9月、現在の状態を示す、プロジェクター式ヘッドライトは、その後、多くの鉄道車両で採用されることとなるが、それらがヘッドランプバルブに HID ランプを採用しているのに対して、本車両では製造当時主流であった、ハロゲンランプを採用している。 ありがとうございます。